はい、お嬢様です。さあ本日は自分が年始にオーダーしたオーダーグラブが上がってきました。確かこれはですね、初売りが終わった時になんかテンション的にノリで作ったオーダーなんですけど、今日入荷しましたのでそのご紹介プラス今回店舗別注で自分の以外にも作ってますので、そちらをご紹介していこうかなと思います。ちなみに今自分が今年使ってるのが当てはさみのノーマルの公式と当てはさみ 5mm アップの公式で、これを併用してるって感じになります。以前にもお話しましたが、まあ、25歳を過ぎてちょっと腰が落ちにくくなってきた時に、まあ、この指だけ長い 5mm アップを開発しましたよっていうので、ちょいちょい定番にも顔を出してる形ですね。けど自分が学生だったら、まあ、腰がまだ若い時は落ちるのでちょっとコンパクトなやつでもいいかなっていう感じでこっちが誕生してます。で今日来たのはこっちの 5mm アップです。それがこちらになります。新色のカエルを搭載した軟式用オーダー当てはさみ型 5mm アップです。見てもらいますとですね、本体カラーホワイトにヘリ革、玉はみがカエル、ラベルが2周年記念ラベルのステッチがグリーンとなってます。今自分が使っているのと同じワンピースウェブを搭載しているオーダーということでですね、去年自分らが新しく革を買いました、カエルので、そのカエルの革はヘリ革と玉はみに使用できるというので、この色がエリカード玉はみ限定で使用できるようになってます。でちなみにちょうど今日入ってきたお客さんのオーダーだとまさにそんな感じで、限定のラベンダーの皮に今ご説明したカエルの玉はみとヘリカが使われております。でこれがレースのカエルですね。これも、5個分買ったのでこれが1個なんで、オーダーとしては4つ、レースとして4つカエルが注文できるようになってます。残り4個ってことですね。ただこれ自分がこれ探した革なんでちょっとやっぱ差はあるんですけど、なるべく近いのを購入しました。なるべく近いので、はい、こんな感じです。まあほぼ一緒だと思います。というわけで今日はこちらを片付けしてどんな仕上がりになるのか。白の軟式はあまりオーダーが入ってないっていうか、多分軟式の白はゼロかもしれないんで、全体に使うのはどういう革かなっていうのも解説できたらいいかなと思います。以前ユーポン君が落としたのは公式のレモンイエロー、見てみてなんか違いはありますか？でもなんかこう見てるとわかんないですけど、若干色合いが違うのかななんてのも感じますね。どう違いますか？見た目なんかこっちの方がちょっと水色に近い系の白。ああそうですか。なんかそんな感じがします。わかりました。じゃあちょっと実際に片付けをしてどうかというのを進めていきます。はい。というわけでやっていくんですけど、最近片付け法を少し変えまして、水に入れて揉むっていう動作は一緒なんですけど、その間30秒から45秒ぐらいスチームに入れて揉んでます。スチームで緩ませて揉むことによって癖が取れやすくなったっていうのがあったので今それを採用してます。けど湯もみじゃなくてスチームだけではないって、実はこれ自分のこだわりなんですけど、水入れる、30秒から45秒スチーム入れる、揉むっていうのが今のやり方です。というわけで早速実演します。まずは水に普通に入れます。まあこれは別にいいんですけど、染み込んだなぐらい、まあこれはオッケーです。で絞る。で1年目はこのまま持ってたんですけど、今は30秒から45秒が自分のこだわりです。スチームに入れます。このまま入れます。でまあ30秒から45秒、はい、これでいつも通り揉んでいくって感じですね。だいぶ今癖が取れてるんで、これを多分3分入れちゃうとまた話が変わってくるって感じです。ここからはいつも通りです。まあこの辺はまたそんな変化はないんですけど、揉みながら思うことはですね、公式の時よりも同じ白で見たらちょっとやっぱ柔らかいかなっていう気がしますね。微妙に軟式と公式の顔は違うので、軟式の方が少し柔らかいです、表面が。このカエルのカラーが使えるメーカーはそんな多くないと思うので、ぜひ皆さんカエルを注文してみてください。オーダー限定カラーなんで、これ絶対定番で出せないんで、定番で出すほど余裕がないんですけどね、この革の在庫に。あ、ないっすか。盗難にあったそうですね。モンタナスポーツのドラゴンボールが盗難にありましたね。事件です。はい、まあ今水入れてスチームやってこのぐらいですね。まだ全然硬いんですけど、これを水吸ってる状態なんで、これを乾燥させます。陰干しで、陰干しで乾燥させて水分が取れたら最後スチームに1分入れて仕上げて完成です。なので今のはまあ癖を取ったというか、最初の癖をつけたって感じですね。なのでこれで完成じゃ全然ないんですけど、これを干して乾いた後にもう一回同じ作業をやって仕上げていくという感じです。まあ型をつけてみての感想は
軟式と硬式でその白の違いはもちろんあるんですけど、まあ、ふわっとしてる感じはあると思うんですよね。どう思いますか？あーでも確かに硬式に比べると、うん、あれは結構パリッとしてて張りがあったけど、うん、これはちょっとふわっとしてる感じけど、5ミリアップは本当に25歳以降の二遊間の選手にはかなりおすすめなので、という感じでまたこれを乾燥させて仕上げていきます。では数日後へどうぞ。はい、というわけであれから3日経ちまして、仕上がりましたね。片付け終えて乾燥させてこんな感じです。ただちょっと今日チェーンボーンズ活動あるんですけど、まあキャッチボールだけやって試合ではまだ使わないという感じですね。あのもう1個の5ミリアップがあるんで、これはちょっともうちょい仕上げていきたいなと思ってます。ただまあ軟式と硬式の白の違いがあるので、その辺をまた使って後日撮ってみようかなというふうに思います。でも片付け終えてキュッと締まった感じがあるので、またそれはおいおい動画で発表していきます。というわけで本日はホワイトカエルのオーダークラブのご紹介でした。はい、というわけでちょっと試合前のキャッチボールで、これ2試合目の前ですね、キャッチボールだけ使ったんですけど、まあ硬さはあるとはいえ、まあ、ある程度の形ができている、基本型ができているので、キャッチボールではこう弾くことはないです。ただやっぱりこれを試合で使ったら、やっぱ軟式の回転では弾いてしまうので、まあ、キャッチボールだけと、ちょっとこの試合前のノックで使ったっていう感じですね。けどもキャッチボールではかなり慣らしています。とこの試合前のノック、試合では使ってないんですけど、試合前のちょっとこのサイドノックで10球ちょっとぐらいですかね、実際鳴らしてっていうのを行いました。ただまあサイズは一緒なので、本当に色と、あと革がまあちょっと軟式のより違いますけど、大きさの取ってる感じはまあ全く一緒っていう感じになってます。でグラブもほぼほぼ変わってないですね。 10g 差があるかなぐらいで、ちょっとこれはまだ鳴らし中で実戦デビューはしてないんですけど、まあ1ヶ月ぐらいちょっと練習で使って、また試合でデビューしていこうかなというふうに思います。そんな感じでこちらが本日モンタナスポーツで購入できますので、ロケラチェックしてみてください。今日の動画は以上です。ユーミシそして3月のプレゼント企画はこちらの GS ハゼイグラブを1名様にプレゼントします。公式側の余り側で作られたグラブを1名様にプレゼントします。チャンネル登録&コメントで応募完了です。当選発表は4月1日の動画で発表いたします。ぜひよろしくお願いします。